ス白組は M1 王者霜降り明星がモノマネ紅白初参戦。披露するのは話題となったドラマ三連 A 組、主演の菅田将暉と不良役の片寄涼太になりきって挑戦。どんな展開が待ち受けるのか。今から俺の授業を始める。このクラスでフェイク動画を撮影し SNS にアップしたやつがいる。心当たりあるやついねえか。いいか、真剣に真剣に考えろ。いいかお前ら。 Let's sing。 お前が言うんかい。いや俺のセリフやろそれ。おいかい、お前がやったとこを見てたってやつがいるんだ。お前が犯人だろ。俺じゃねえよ。ああ分かった、じゃあ証拠を見せてほしい。フェイク動画の内容はふざけたモノマネだった。ちょっと待てよ。例えばこれだ、サザンオールスターズの桑田佳祐。俺こんなのやったことねえよ。いいから一回やってみろ。俺じゃねえよ。桑田佳祐のモノマネやってみろ。よくと彼女のテレフォンナンバー、涙ながらに問いかける、君だけが好きな。お前似てるけどその曲知らんわ。いやせっかく似てんねんけどその曲知らん。お前犯人や、似てたし。俺じゃねえ、これは俺じゃねえよ。あ、分かった、白を切るんだな。なんだよ。フェイク動画は実は他にもあるんだ。これだ、アホの坂田。ちょっと待って、こんな人知らねえよ。坂田師匠、坂田師匠だ。マジで知らねえ。いいからやってろ。俺じゃねえ。やれ。今からギャグするわ。スワーン。スワン中円と40円、スワン中円と40円、右右左。お前似てるけどそのギャグ知らんわ。あ、マグロ切ってしてる。待て、ありがとうさんや。ありがとうさん。いやお前や。俺じゃねえよ。モノマネできてる。俺じゃねえ。おお、分かった。じゃあこれはどうだ、違うモノマネだ。これだ、101回目のプロポーズの武田鉄。待って、トラックの目の前に飛び出す名シーンやってみろ。見たこともねえよ。いいからやれ。僕は知りません。お前や。トラックもやらんでええの、お前。最高し、やらんで武田鉄だけ。おいおいおい、2車線。2車線かい。おいおい、どこ行くね。僕は帰ります。どこ行くんやお前。